サブカルドン。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディーがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディーの久本愛理です。そしてですね、本日のゲストはじゃん、センスアップ講師の井戸優子さんにお越しいただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。そうですね、ラジオやる、はい、ラジオで、私の FM さん、ここでやってるラジオで、はい、来ていただいた以来のそうですね、お久しぶりです。お久しぶりです。で、今日一番最初1本目にお話ししていただくのが、はい、パーソナルカラーについてなんですけど、やっぱ最近雑誌とかでパーソナルカラーってめちゃめちゃよく見るんですけど、うんうん、改めてパーソナルカラーっていうのは一体どういったものになるんですかね。そうですよね、もう最近雑誌でも、あと化粧品屋さんでももうね、うん、イエローベース、ブルーベースってこう出てますけど、もうそれを聞いたことがないとか、うん、知らないって実は今更聞けないぐらい、ね、YouTube でもこうパッと上がってきたり、はい、芸能人の方も結構有名にされてるんですけども、はい、パーソナルカラーっていうのはその人が持つ自分の目の色であったり、肌の色であったり、髪の色であったり、そういうのを含めて自分の持つイメージと色が違和感なく調和できているかっていう自分自身の色のことです。なるほど、うん、これってどういやっぱ目とか顔とかそういうとこで全部を総合して、あなたのパーソナルカラーは何色ですよっていうのが出るんですか。そうです、そうです。パーソナルカラーって言っても、じゃあ私って何色ね似合いますかって結構ね聞かれるか、聞いてしまう人いるじゃないですか、はい、でも色って例えばじゃあ愛理ちゃん赤が似合うねって言われた時に、うん、そっか私もずっとじゃあ赤着ようって言ったら、うん、全然おしゃれの幅も楽しめないし、コスメも買い入れても赤系以外ほんとつけたいのになって思うじゃないですか、はい、パーソナルカラーっていうのはその一色だけではなくって、うん、例えばですね、こう、ちょっとラジオのお聞きの方は見えないかもしれないんですけども、はい、色って本当にいっぱいいろいろあります。あー、なるほど。原色の色が似合う方、はい、それとも秋の深みのあるような色が似合う方、うん、でもなんか原色にちょっと青みを混ぜたような、ね、薄い色とかパステルとかが似合うような色の方、あと原色をもっと鮮やかにしたオレンジかかったような色が似合う方っていう風に大きく分けて今4つのタイプに分けられてます、はい、でも少しそれを細かくするタイプのもありますし、いろんなパーソナルカラーのタイプ診断っていうのもあるんですけれども、大体は大きく分けて4つです。4つっていうのがスプリング、サマー、オータム、ウィンターってこう4つのね季節のタイプがついてるんですけ ど、ここでも間違いやすいのが、はい、季節の色のタイプついてるじゃないですか、うん、じゃあ春になったらこの色のタイプの服全部着ようとか、うんうんうん、夏になったらこのタイプ着ようとかっていうのではないんです、うん、自分自身のそうタイプなので、はい、例えばその4つの色の中でもそのスプリングって言われるのが原色を鮮やかにした色のタイプですね。元気なビタミンカラーとかもそういうのに入ります、うん、でサマーっていうのが原色をちょっと青みがかったくすんだ色という色味が多いです。青みがかった色のタイプの方が似合う色、うんうん、でオータムっていうのは原色をちょっと深めた色味なので、うんうん、何ボルドーとかカーキとか空いた色味のタイプが似合うタイプ、うん、でウィンターっていうのは原色が似合う強い色味が、なるほど、そう似合うタイプなので、じゃあ例えば赤が似合うねって言われた時に、あ私ってスプリングタイプやから、じゃあシワ感のようなちょっとオレンジがかった赤が私の肌には合ってるんだっていう風に、一つ自分のタイプが分かっていると、似合う色が服とかね、おのずと似合う色ができてます。なるほど。なんか私服とかメイクとかもそうなんですけど、うん、その年の流行りの色ってあるじゃないですか。もうそれをとりあえず買おうとか、メイクでも一時ブルーのね、リップが流行ったりとか、そういうので買ってたんですよ、うんうん、でもその時によって似合う似合わないって結構言われて、はい、顔が変わったとか結構言われた。それです。やっぱそれが原因なんですね。そうなんです。で自分の好きな色と似合う色が必ずしも一緒じゃないっていうのが結構そのパーソナルカラーのね、トレンドカラーのちょっとちぐはぐした部分でもあるんですけども、トレンドカラーをうまく入れる方法っていうのは、もし例えばパーソナルカラーとトレンドカラーが違う場合でも、この色買いたいわっていう服があれば、ボトムとか顔から少し離して買ってあげるといいです。う
なるほど。服が顔に近いところでよく反射をしてしまうので、うん、なので自分の似合う色じゃないと実はデメリットとして何があるかっていうと、うん、顔がくすむとか、あ自分すごいいつも元気なのに、うん、今日寝不足すごい疲れてるねって言われたりとか、うんうん、今マスク生活なのでマスクのね擦れたところが赤くなったりとか、うんうん、ニキビとか肌荒れの原因とかもいろいろあるんですけども、はい、そういったものがより赤く見えてしまったりとか、ね、なんか黒く見えてしまったりっていうデメリットが自分のタイプと違う色を身につけてるとなります。えそれってメイクをしとってもその自分と違うタイプのやつをしとったら出てしまうんですか？出てしまいます。知らんかった。ファンデーションって一色で出ないじゃないですか。出ない。オークルがあって、ピンクオークルがあって、うん、その中で色が00とか10とか。あれパーソナルカラー。え、そうなんや。はい、あでも確かになんか00とかやったら本当に真っ白とか、うんうん、あとちょっとずつ黄色がかった色。そうそうそうです。あれパーソナルカラーなんや。そうなんです。実はあんまり言われてないんですけども、自分の肌に合った色を身につけましょうってファンデーションのね、うん、化粧品さんも言います、はいうん、パーソナルカラーです。全然気にしない。私はもうとにかく白くなりたいので一番白いやつとかそういうんで基準で選んでたりとか。え、そしたらもしかしてあれもですか、うん、あのコントロールカラー。そうです。コントロールカラーはピンクあったり、はい、緑あったりブルーあったりイエローあったりね、パープルあったりします。します。なぜこんなにあるのか、自分のお悩みに合わせてですが、自分のお悩みが例えば、うん、顔がイエローベースなのに、うんうん、ちょっとなんかクマが気になるからピンクとか青とかっていうのじゃないですか、はい、ピンクとかブルーっていうのはブルーベースの方が透明感が出たりとかっていうのもよく言われてます、うんうん、ネットで調べるとね、どっちがどっちってこうなったりとかもするんですけども、うんうん、自分が肌に塗ってみて白浮きするか逆に黒くなってしまったっていうのをお悩みも実は違う色を塗ってるから。なるほど。え、全く気にしたことがなかったのでめちゃめちゃびっくりですね。なんかこうコントロールカラーも全く気にせずに本当に流行りのこの透明感が得たいから紫つけようとか、そうなんです。へえ。なんか自分の肌っていうのがもうそんだけ大事になってきてるので、ピンクオークルとかのファンデーションをつけて、うん、透明感が出て本当に血色が良くなる子もいれば、それをつけて同じファンデーションなのになんかすごい顔が黒くなってしまったとか、うんうん、そういうのも実はそこで変わってきます。確かに。だって妹とかと同じ化粧品を、うん、一緒のやつを一緒にメイクしようって言って使った時に仕上がりが全然違うんですよ。そうでしょ。そうなんですよ。若さやと思ってました私は。衝撃。アイシャドウとかもそうです。だからアイシャドウをつけてピンクとかって結構ね、うんうん、ここ数年で流行ってたじゃないですか。ピンクオレンジをつけてオレンジが似合う子とピンクが似合う子いるじゃないですか、うんうん、あとピンクをつけた時にまぶたが腫れぼったく見えてしまうね、はい、そういうのをパーソナルカラーです。うわぁ。いや私はその目の出方とか、うん、そういうので腫れぼったく見えるから、あピンク似合わんのかなと思って、全部パーソナルなんですね。そうです。え、これもしこのパーソナルとか今こう見てくださってる方とか聞いてくださってる方で、はい、これめっちゃ気になるぞってなった時に、うん、簡単に受けれるんですか？パーソナルカラーは香川県でも受けれます。お、え、ちなみに井戸さんにもし受けたいってなった時はどうしたらいいですか？はい、私の方ですね、あのホームページがあるので、はい、ホームページのところにはアクセスしていただけたらいいんですけども、さくらミュレット、さくらミュレットとインターネットで検索していただくと出てきます。そこで予約ができるようになるので、あと香川県パーソナルカラーとかで調べていただくと出てくる時もありますよって言われます。そう、出てきました。パーソナルカラーを今 YouTube とかでめっちゃ流行ってて、はい、香川パーソナルカラーあるんかなって調べたら井戸さん出てきたので、あ、井戸さんって本当すごい有名人を見てる気がします。香川県結構、ね、少ないんですよ。やっぱり他の県と比べて、なのですぐ出てくるそうです。女性の皆さんも男性の方とかでもいいんですかね？そうですね、男性の方だったらもうスーツの色とか、今日プレゼン頑張るぞっていう時のネクタイの色とかもね、うん、やっぱ色彩診療を使ってさらにパーソナルカラーのせるとよくなります。なるほど。そうです、皆さんぜひね受けてみてください。はい、ということで今日まず1本目ありがとうございました。ありがとうございました。また、2本目もありますので、お聞きの皆さんもサブカルドンを見てくださる皆さんもお楽しみにしていてください。はい、ということで以上
サブカルトンでした。